なんか自己啓発フリークみたいなのが集まったら面白いなと思って、結構自己啓発好きなんで、自己啓発について語り合おうぜ。みんな自己啓発とか好き？自己啓発についてどんな認識があるのかっていう、なんかみんなとワイワイ語り合えたら嬉しいなと思ってるんだけど、はい、ワード2、人間の卵さん、風船10個ありがとう、センキュー、いらっしゃい人間の卵。出席率高いよね。もういいよ、ワドフリークだよ、立派な。おい、つみきちゃん、ハート3個ありがとう。自己啓発はいいイメージないな。X ジャパンの都市の事件。それは洗脳ね。洗脳と自己啓発はね、全然違うよ。定義が違う。うん、あんまりいい印象ないんだ。うん、俺は自己啓発めちゃめちゃ大事だと思ってるけどね。洗脳の定義っていうのはさ、本人の意思とは関係なく他者の意思を埋め込まれて行動をさせることを洗脳っていうの。だから自分のなりたいゴールってあるじゃん。自分の理想の自分みたいなのってあるでしょ。それを他者のゴールを植え付けられて行動させられることを洗脳っていうのね。だからね、洗脳の定義と自己啓発は全然違う。手法は一緒なんだけどね、実はね。与沢がやってんのは全然違うでしょ。自己啓発じゃなくて、あれはビジネススクールだから。はい、ワード2、たくみさんいらっしゃい。与沢翼がやってんのは金儲けを教えることだから。日本人はね、自己啓発に関して疎いっていう部分はね、すごい、スポーツの世界でも弱いところだなと思ってるんだよ。日本人ってメンタルトレーニングすごい下手なのね。でも侍の時代から言われてるけど、心技体って言ってさ、心と体と技術がないと何事も達成できないんだよ。で、心の部分をね、日本人は、最近の日本人はすごい軽視してるね。実はハートも鍛えられるっていう概念がないんだよ。心って鍛えられないと思ってる節があると思ってる、日本人は。そんなことないんだけどね。心って強くなるんだよ。誰のためにですか？与沢さんと同じでは。ん？何？日本語がよくわかんないからちゃんと話してほしいんだけど。誰のためにっていうのはどういうこと？日本語をちゃんと話して。何が誰のためになるの？
ビジネスの口座を広くのはダメでのためですか？先ほどあなたは否定したけど、結果として俺ビジネスの口座の話なんかしてねえぞビジネスの口座の話なんかしてなくて、自己啓発について語ってんねん今みんなと一緒に。ビジネス口座なんかやってないよ、うん、はい、和田通、エミちゃんいらっしゃい。なんか誤解してない？与沢翼がやってるのはあれだよ、自己啓発じゃないよっていうことを言ったんだよ俺は。そう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 、変わろうとしてる人を蔑むっていうかね、あの蔑むっていうよりもね、あの現状維持が好きなんで、保守的なんだよ日本人は。保守的なの。人間の生存本能の中に組み込まれてるのね。変わらないことがいいっていうの。変わる、誰かが変わると居心地が悪くなるっていうのはね、あるんです。森早さんこんばんは。和田通。なんかでもまあ、与沢翼がやってることが自己啓発だっていう風に浸透してたりとか、都市がやってる、都市が洗脳されたのが自己啓発でしょっていう風になってるっていうのがまあ日本の現状なんだろうな。ゆめさんこんにちは、楽しんでってください。風船プレゼントありがとう、リアボロありがとうございます。またつー、周りで自己啓発の本とか読み込んでる人、幸せそうに見えなかった。いろんな自己啓発の本に振り回されてる感じがしたな。あのね、そこがね結構問題で、自己啓発が宗教になっちゃってるんだよね結局。もともと自己啓発の概念ってどっから生まれたかっていうと、キリスト教から生まれたって言われてんだよ。だから最高の自己啓発の本って実は聖書だっていう風に言われてるんだけど、あの西洋人のすごいところって、あの引き寄せの法則を発見したところだって言われてんので、引き寄せの法則っていうと、ロンダーバーンっていう人が書いたそのザ・シークレットっていう本が、まあ、一番有名なんだけど現代では。でも あれを、あの概念を作り出したのって実はキリスト教なのね。だからね、実はね宗教と密接な関係があるんですよ。来年東京に嫁ぐこと、お前こう聞いたよ、うん、春に来るって4月でしょ。偶然5個ありがとう、ゆみさん5個ありがとう、てるちこんにちは。
じゃあ、しあ、あの、し、くれなにさんがいい指摘をしたから、あれなんだけど、幸せって何なのかなんだよ。幸せっていうものを定義化していかないといけなくて、あの、自己啓発とか、まあ、いろいろ、まあ、他のこともそうなんだけど、自分が幸せって自分の中に内包してるものじゃん。他者から見えるものじゃないじゃん。例えば、その、なんていうのかな、自己実現能力だと俺は思っていて、一番大事なのは幸せに直結してるのはね、そのなりたい自分になれるっていうところが、やっぱりそのマズローの5段階欲求説って言ってね、そこでも言われてるんだけど、自己実現の欲求ってすごい高い高度なその欲求なのね、人間が持ってる。で、その生存の欲求であったり、愛所属の欲求とか、低次元の欲求っていうのをクリアしていかないと、そこにはたどり着かないっていうふうに言われてるんだよ。おう、セシモンいらっしゃい。女性でも男性の幸せの感じ方が違うらしいね。多分ね、女性の場合って愛所属の欲求が強いっていう風に言われてるから、それは他者から認められたいっていう欲求なのね。まあそれだけじゃないんだけど、女性でもちゃんと自己実現の欲求を持ってる人もいるんだけど、女性はそれが強いっていう風に言われてる。だからその自分の何かを達成するとかよりも、周りに承認されたいっていう、要は愛を感じたいっていう生き物だっていう風に言われてるね。和道さんは自己啓発の本よく読むの？俺はかなり読むね、自己啓発の本は。ただ自己啓発の悪いところっていうのも俺なりに分析をしてて、あのやっぱりメリットデメリットってあると思ってて、あのね、本を読んだら、そのいつも言うんだけど、そうなれた気がするっていうのが俺は自己啓発の一番悪いところで、一番大事なのは結果を出していくことだと思ってるのね。本を読んでさ、自分が成功した気になれるんだったらさ、あの意味ないじゃん。だからそれとオナニーと一緒でしょ。だから俺は大事なのは、その技術とかノウハウっていうのをちゃんと落とし込めるかだと思ってるの、自分の生活に。でそれができるのであれば有効な手段だと思ってる。だけど別に本を読まなくてもそういうことはできるとは思ってるけどね。そう、センスのある人、メンタルトレーニングがセルフでできる人っていうのもいるから、矢沢永吉とか一郎とか本田圭佑とかすごい上手いと思うね、それが。この3人っていうのは特に日本人の中の精神力だけで押し上がってきたような。誰の本が、俺がねいつもおすすめしてるのは、2つ同じ本なんだけど、初心者の人にはこっちの本をおすすめしてる。ちょっと待ってね、虚婦を築く13の条件っていうんだけど、虚婦を築く13の条件、あ、気づくの字が違うわ、ごめん間違えた。気づくはねこっちですね、こっちだ。虚婦を築く13の条件っていう本が簡略版で、正式な本、もっと分厚い倍ぐらいの本になって、同じ内容をもっと落とし込んでるのが、思考は現実化する、これですね。思考は現実化するの方がおすすめだけど、まあそういうのを読んだことない人には、虚婦を築く13の条件っていうのをおすすめしてる。
矢沢なんて売れる前から矢沢。そう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 。河本ひろとが別の言い方をしてて、河本ひろとはこう言ってんの。レーサーっていうのは、プロになったからレーサーなんじゃない。車に乗ったからレーサーなんじゃないって。本人がレーサーだって。自分はレーサーなんだって決めた瞬間にレーサーなんだっていうことを言ってて。俺はこれ当たってると思ってるの。本人が自分はレーサーだっていうふうに断言した瞬間からレーサーの道は始まるの。で、そこから揺らがなかったら彼は確実にレーサーになるんだっていう。初見さん、楽しんでてください。カニゾウに。カニゾウ水さん。よろしくお願いします。そう。だから矢沢もそうじゃん。イチローもそうだよ。うん。イチローのね、小学4年生かなんかの作文とかすごいよ。うん。自己啓発を読みかじりの人と接するとうさんくさく感じる。軽いというか信じたらいけないというか。あ、それはね、だから人の言葉だからだよ。結局自分の人生に落とし込めてなくて体験がないから。それってさ、いるじゃん。他人の話を自慢げにする人ってさ、説得力を持たないでしょ。そこなんだよ。自分の経験から来るものじゃないと真実味がないっていう。だから、例えば海外旅行行ったことない人から、海外ってこうだよねって言われてもさ、本当にそうなのって思うじゃん。はい、カエルさんはどつ？多分そういうところだと思う。人間ってその言葉の中に説得力っていうのはその経験から裏付けされてないと薄っぺらくなるんだよ、情報量が。俺はそれはあると思うよ。だからその自己啓発の本を読めって言ってるわけじゃなくて、俺は自己啓発を実践することが大事だっていう論者だね。だから極端な話、本読まなくてもいいっていう。行動に勝るものはないと。ただその行動を起こすためのそのノウハウとしてはすごく有効的なんじゃないかなとは思ってるけど。思考は現実化する、すごいベストセラーだよね。どれくらい売れたんだろう。100年ぐらい前の本なんだけど。思考は現実化する。お、テルチャンピンいらっしゃい。テルチャンピンどう、体調。気づいたかどうか知んないけど、お前が風邪ひいてる間俺トレーニングしないから、フェアにやろうぜ。お前が風邪ひいて治るまでトレーニング中止してるから。明日はやるけどね、早く治して。だからゆっくり治すことだけ考えろよ。思考は現実化するわね。やっと治ってきた？うん。治ったらまた練習再開って、明日から俺は練習再開するから。お前がぶっ倒れてる間俺練習しねえって決めてるから。だいぶ下がってきたね。36まで落ちたら大丈夫だよ。はい、ワード2。九太郎さんいらっしゃい。多分ね、疲れがすごい溜まりやすいんだと思うよ。俺、テルチャンピオン初めて見たとき、失礼かもしれないけど、サブ中だと思ってたもん。小林マリアが嫌われる勇気がすごく良かったって言って気になってる。私も嫌われるの怖くて。嫌われる勇気って誰の本だっけ？勝間和代だっけ？ナポレオンヒルは7000万部売れてるね。思考は現実化する。1937年。約80年前の本なんだけど、7000万部売れてます。はい。すごいよね。7000万部ってどういうことだよな。結構俺はこの本好きですね。ライ麦畑で捕まえて DS サリンジャー、JD サリンジャーより売れてんだ。結構すごいよね。結構俺がだからおすすめしてるのは、食わず嫌いしないで読んでごらんっていうのがすごく俺はおすすめするけどな。なんかその自己啓発イコールうさんくさいって思ってる人いっぱいいるんだけど、なんだろうな、俺はどちらかっていうと結果を出してない人間の方がやばいと思ってんの。死んでる死んでる。もう財団ができててそこが運営管理してるんだよね。
で、日本にも日進塾そこにあるんだけど、そこの営業部長やんないかってスカウトされたことあるよ。日本のそのトップと話したことがあって、そのこの版権を持ってる日本の会社ね、すごいタワーマンションの上の方にあって、ワンフロア借りてて、ワンフロアだったっけな、半分ぐらいか忘れたけど、すごい広くて夜景がブワーって見えて、セミナールームとかもあって、すごいよ。でも結構俺はそのなんだろう、本当のそのコーチングとティーチングって違い分かる人いる？興味あったらその辺とか解説したいんだけど、コーチングとティーチングとかそういうノウハウとかを全部教わってきたのよ。日本人ってもともとその恥の文化って言われてて、嫌われるとか恥をかくっていうのが一番人間としてダメな行為だっていうのが刷り込まれてる民族だって言われてる。自己啓発って宗教か何かと勘違いされるところもありますよね。あるね。ただまあさっきもそれ解説したんだけど、自己啓発ってどっから始まったかっていうと、キリスト教から始まったって言われてんの。引き寄せの法則って言われてる。引き寄せの法則を発見したのがイエス・キリストだっていう風に言われてんのね。だからその要は信じる者は救われるとか、信じてないと神様が見えないっていうキリスト教的な独特な概念って、あれは引き寄せの法則のことを唱えていて、それをそのキリスト教の原理っていうのを、キリスト教が持ってた原理を教義化したとか、その資本主義にも転用ができるって考えたのが自己啓発っていうジャンルだから、もともとね宗教とね結びついてるんですよ。だから宗教家が持ってたテクニックって言ってもいいかもしれないね。宗教家が持ってたテクニックをビジネスマンが使い始めたっていうのが結構でかいところだと思う。俺はほら宗教とかも勉強してるから、それがわかるんだよね。仏教とかキリスト教とか勉強してるからさ、あ、なるほどって。これ宗教のテクニックだなっていう。ただまあ宗教と違うところは、宗教はどちらかっていうと洗脳に近い属性を持ってるのね。洗脳っていうのはさっきも定義化を話したけど、他者のその他者の利益って言ったらいいのかな、他者がこういうふうに人々を動かしたいっていうふうに考えた時に、本人の意思とは関係なく埋め込んでいくことなの、その行動原理みたいなもので。自己啓発の場合っていうのは、自分がなりたいものになるっていう風なテクニカルな手法だから、厳密に言うと定義が違う。だから自己洗脳っていうものは存在しないんですよ。洗脳の定義から外れるから、まあ、言葉遊びなんだけどね、それは。でも使うテクニックは一緒なの。宗教家が使うテクニックも、自分が使うテクニックも一緒。自己啓発や成功哲学の業界で最初に能力開発を謳った本を出版して一儲けした SSI という会社をご存知でしょうか。裏話、聞けたら、存在していない人とかいて結局金儲け。 SSI わかんないな、ごめん。ネットである呪い代行も結局そこに頼んだっていう意識で叶うことがあるだけ。どうなんだろうね、占い代行っていうの俺は知らないから。なんかでもちょっとびっくりしてるのが、そのやっぱりこういう話題を選択すると、なんかこう洗脳とか宗教とか占いとかそういう話題になっちゃうのがびっくりしてる。なんか俺は自己実現のテクニックだと思ってて、そこについていろいろそのテクニカルな話とかしたかったんだけど、なんか結構みんな批判的なんだなっていうのに驚いてるかな。それも結局そんなんでしょう。それもってどれ？ SSI？ 自己啓発すれば今のゲロ吐きそうな仕事量もなんとかなるかな、ワドツ。面白いね。贅沢ビートいらっしゃい。答えから言うと、なる。
答えから言うとなる。それは自信を持って言える。ただそこに対する変化に対して贅沢微糖がそれを望むかって言ったら、俺は絶対望まないっていうのが俺の答え。っていうのも贅沢微糖、多分俺の予想なんだけど、収入的に勝ち組の部類に入ってると思うんだ。だからコンフォートゾーンっていう概念とか、ホメオスタシス、恒常生殖機能、ホメオスタシス、あ、違うな、コンフォートゾーンか、恒常生殖機能っていうのがあるんだけど、人間っていうのは現状を維持しようとする力が強く働くのね。だから、なんだろう。結局ね、ないものねだりなんじゃないかなと思う。自己啓発セミナーと称して宗教活動してるのあるから頭の中では結びつく。実際にそこに行ったことある？聖書も。俺、結構、自己啓発に関して結構トップ走ってる人と対談したりとか、実際コーチング受けたことあるんだけど、思ってるのと全然違うぜ。周りの意見と実際自分が経験した意見って全然違うから、俺結構人の意見とかネットの意見で信用しないようにしてるの。自分の体験が全てだと思ってるから。で、実際俺が見た世界っていうのは違かったけどな。もちろんそういう奴らもいたけど。そういうのは論外ね。あれ？なくなった？ワドを見たくでかい夢掲げてるやつは絶対成功するよ、頑張って。俺ね、自分の夢がでかとは思ってないけど、まずね、なんだろう、ビートたけしが言った言葉がやっぱ成功してるじゃん、ビートたけしって。で、彼にも成功哲学が、多分ビートたけしは本読んだとかじゃないと思うんだけど、ビートたけしはこう言ったの。やりたいことが見つかる人間っていうのはほとんどいないと。でも、やりたいことを見つけた人間っていうのはものすごく幸せなんだよっていう話をしてて。で、それはなんでかっていうと、やりたいことを見つけた人間、これだと。俺の人生はこれに費やすんだって見つけたっていうことは、もう半分夢が叶った状態なんだって。あとは努力したり行動したりするだけだから、実は普通の人っていうのはやりたいことを見つけるまでが大変なんだと。普通の学校の生活とか、社会の生活とか。で、それって出会いがないとダメなんだって。だからそのね、やりたいことを見つかった人間が努力しなかったらもう超もったいないみたいなこと言ってたよ。だからメンタル半分、行動半分なんだみたいなこと言ってたよ。クラスにいた自分は可愛くてモテると勘違いしてた嫌われ者が毎日嫌われてるのに幸せそうなのは自己啓発してたからかな。勘違いって気づけなければ本人にとっては真実。そう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 。宗教とか自己啓発にはまって自分世界に閉じこもったら友達が一人もいなくなってた。ヌコの体験ってこと？それは。ヌコの体験？だからそれは行動しなかったからじゃないかな。だからさっきも言ったけど、本を読んで人生が変わるわけないじゃん。俺はそう考えてて、行動が全てなんだけど、人間はなぜ行動を起こすかっていうと、俺は心から来るものだと思ってるから、その心と行動のバランス、インプットとアウトプットのバランス間違えたらダメだよっていうことはよく言ってる。で、だけど、日本人っていうのはその心のモチベーションであったりとか、心をゼロと捉えてるから、無駄なことっていうか、それは違うよっていう感じかな。宗教系自己啓発セミナー行ったことないけど、うさんくさい健康器具の啓発セミナーは行った。あのね、まず、俺がびっくりしてるのが、さっきもずっと話ループになって申し訳ないんだけど、自己啓発っていうものと、商品を売るとか、何々セミナーとか、あと宗教とかって、実は、結びつかないものなの。なんでそれを結びつけちゃうのかなっていうのはびっくりしてるかな。うん。だから、本物のコーチっていうのが多分出会ってないんだろうなとは思う。うん。
結構そのもったいないなーっていう。初見さんいらっしゃい。面白かったらフォローしてください。和道と言います。よろしくお願いします。なんか俺が語りたいのは自己啓発のどういう部分をどういうふうに転用したらいいとか、どういうテクニックがあるとか、そういう自己啓発について掘り下げたかったの。だけど自己啓発ってそもそもうさんくさいよねっていう話になってるのがちょっと残念かな本当にちょっと残念。まあでもそれが現状だろうね。与沢翼みたいな情報商材じゃなくて健康器具で自己セミナーしてるのは珍しいね。与沢翼が俺自己啓発やってるとは思ってなくて、彼はビジネス的な手法っていうか、多分ね、ここにいる人で与沢翼の商材とか見たことある人っている？与沢翼のセミナー行った、もしくは与沢翼が売ってた商材見たことある人手挙げて。ね、ない人は手下げて。83人いるけど。ちょっとテストしたい。与沢翼にの商材を買ったことがある、会ったことがある人手挙げて。ね、ない人手下げて。俺、与沢翼ちなみに嫌いだから。前もって言っておくけど。ちょっとみんな答えて。関わったことある人手挙げ。関わったことない人手下げ。高橋さんはある。うん、他はないでしょ。あいうえおさんどう？あいうえおさんとかくれなにさんとか、他の人に、その、与沢翼でしょって言ってるの。俺、与沢翼の商材読んだことあるんだけど、自己啓発的な内容がまず一つもなかったんだよ。だから、多分ね、思い込みで言ってるんだろうなっていうふうに思う。だから高橋さんとかぬこさんとかは買ったことあるからわかると思うんだけど、アフィリエイトの仕方とかマーケティングの話ばっかりなのね。与沢翼の情報商材って。セシモンもないでしょ。だからイメージで言うのと、実際買って読んだことがある人からすると、ギャップがすごいあって、与沢翼は自己啓発やってないのよ。一切。それ本当だよね。合ってるよね。マーケティングの、集客して、どう客をストックさせて、それをどうやって販売していくかとか、マーケティングの話ばっかりだよね、与沢翼って。俺が言ってるの合ってるよね。俺、ちなみに50万の PDF ファイル読んだことあんの。匂わしてないよ、全然。だからね、多分ね、自己啓発っていうのを理解してないんだと思う。そうそうそう、自分に対してのセルフブランディングであったりとか、それをどうやってマーケットに落とし込んでいくかみたいな話ばっかりだよ。新しいフォロワーさん、極みごくさん、フォローありがとう。ちなみに俺は与沢翼否定派だからね。それでも、フェアに言わないとダメだと思ってるから。ちなみにそれを読んだ上で俺は与沢翼を批判してるの。そう。だから、なんか、イメージが先行しすぎてるのかなと思って。猫さんいらっしゃい。俺はそう思うね。匂わしてるっていうか、なんか雰囲気で語ってるんだろうなっていうのは感じた。で、俺は雰囲気で語るっていうのは何の意味もなさなくて、それってただの印象でしょ？あんまり、なんで読まないんだろうっていうか。俺は結構批判的なものほど読むのね。あ、多分ね、俺オタクだからだと思うの、俺。論破したがるから、相手の情報をつかまない限り論破って必ずできないんですよ。オタク気質なんだよ。だから、嫌いなものほど読む癖がついてて、だから仏教も大嫌いだったし、キリスト教も大嫌いだったからこそ聖書読んだり、お経読んだりしたんだと思う。嫌いなものほど読むって感覚わからないかな。俺、嫌いなものほど読むよ。現実になったらマジ和道さん尊敬する。あ、ニコ生時代から見てくれてたんだ、マー君。でもさ、それを見ると多分よくわかってると思うんだけど、俺ってさ、ものすごい上に目標設定するじゃん。ぶち上げるじゃん。無理だよってみんなが言うことを分かっててやるの。自分の中にも無理かもっていうのがあるところ、要は自分がわざとそういうゴールを設定するっていうのが癖がついてるのね。なんでかっていうと、自分を変えるっていうことは、自分が変わるっていうことは、そもそも自分が達成できないものを目指さないとなれないんだよ。あ、FC2 からありがとうございます。結構古いですね。
そう。あ、いや、否定っていうよりも、否定をするには責任が伴うっていうのが俺の考え方で、否定する人にも責任があると思ってんの。そう。へこたれない人ってのは思ってる。うん。だし、多分ね、その、今では、あ、ワド、配信で稼げるようになったんだ。まあ、彼頑張ってたからな、ぐらいだと思うの。まあ、すごいなって。でも、3年前の当時なんて、もう本当夢みたいなことみたいに言われたんだよ。今こうやって100人集まってもらえたりとか、リスワン取れたりとか、ある程度有名になったわけじゃん。それって3年前からすると奇跡みたいな話なんだよね。だけど、実は奇跡なんてものは世の中になくて、その、奇跡っていうのは起こすためにあるのね。で、時間がかかることなんだよ。何も考えず否定しかしない人ばっかだよ、この世の中。だから素晴らしいことだと思う。で、本当に、いろんな人を見てきたんだけど、これね、子供の頃の話していいですか、ちょっと。体験な。これすごい、何かを達成しようって考えてる若者に対してはすごく役に立つ話だと思うんだけど、これ俺、いくつぐらいの頃かな。俺、小学4年生からドラムやってたんですよ。継続は力なりは本当ですね。小学4年生からドラムをやってて、音楽っていうジャンルがすごい好きだったの。音楽っていう業界が好きだったの。で、音楽で飯食うってのが夢だったの。本気で、その、いろんな夢があったよ。子供の頃仮面ライダーになりたいとかさ、映画監督になりたいとか、いろいろあったんだけど、初めてもうこうしようって決めた。自分はこうするっていう風に。あ、出てました、出てました。で、決めたのが、その、音楽で飯を食う。で、音楽で飯を食うっていうのは、プロミュージシャンになるっていうのじゃなくて、この業界に携わっててご飯を食べてる人がかっこいいなと思ったのね。で、俺、それを家族に話した時に、家族に否定されたんだけど、それ、家族に、まあ、やめとけみたいなことを言われたぐらいだったんだけど、まあ、応援はしてもらってたの。だけど、母親がある日泣いたことがあって、なんで泣いてんのっつったら、その、島津家の恥だと。要は、その親戚に、もう馬鹿にされたのよ。すごい。母親が。もう、一族の恥だみたいに。そんなできるわけないって言って、母親が悔しいって言って泣いてたことがあったの。14歳ぐらいの頃かな。なんで、その、息子の夢を馬鹿にされないといけないんだって言ってて、あ、大丈夫だよ、母ちゃん、つって。俺はやるっつったらやるからって言って、俺は諦めなかったの。で、まあ友人にもバカにされるんだよ。中学校の頃から言ってたら、俺音楽で飯食うからって言ってて。で、19歳の時に、ライブハウスで飯が食えるようになったんですよ。その時のリアクションが衝撃的で、俺の夢を応援してくれてた人が5人いるんですよ。中学校の頃から、お前は絶対やると。お前の生き方見てたら、お前はやる男だから大丈夫だって言ってくれてて、お前は夢叶えろよって応援してくれてた人が5人しかいなかったの。あとの人は冷やかし。無理だよとか、笑わせんなとか、ちゃんと働けみたいなこと言ってる人たちね。うん。OK。これが俺の人生にとってすごく大きな出来事だったんだけど、飯食えるようになりました。地元で200人とか来るようになりました。100人、200人来るの、お客さんが。その時に、ね、19歳で店長やってるわけよ。田舎の方からしたら、すごいことなのよ、これは。ああ、なんか、誰もやってないことやってると。で、みんな大学生なのに、もう店やってると。で、その時に、俺は、結果が出てから友人誘おうと思ってたから、半年ぐらい経った時に、この友人5人に電話したの。要は、お前らのおかげで、俺夢叶えたよって。要は店に招待したいって。有名バンドが来た時に。その時に、その5人は同じこと言ったのが印象的で、その5人は、あ、お前が夢叶えるの分かってたから、俺らはって。俺らが行きたい時に行くから安心していいよって。おめでとうって言って電話切ったの。面白いでしょ。お前がこうなることはもう俺らは分かってたって言ってくれたの。だから、大丈夫だよって。うん、今度花束持って祝いに来るから。で、実際自分が来たい時にこの5人はお祝いしてくれたの。それぞれが来てくれて。じゃあ、逆の人たちはどうだったか。その、否定してた人たちはどうだったかっていうと、ね、俺が忙しくてバーって働いてる時に店に来て、おい、しまぜって。ちょっと来てくれよって。何って。
友達いっぱい連れて、5、6人連れて。こいつ俺の友達で、すげえだろ、19歳で店構えてんだよ、つって。こいつら俺の友達だからよくしてやって、って。自慢してるの。俺それ見た時に、あ、ごめん、忙しいから、つって、もうほったらかしたんだけど、要は、否定してた人間ほど来るの。わかる？これ本当だから。で、これ何が言いたいかっていうと、普通の、で、その5人っていうのはどうなったかっていうと、いろんなジャンルで活躍してんのよ。社長やってたりとか、そう、結果を出してる人間なの。今でも。だけど、その他の人間っていうのはサラリーマンとかバイトとかやってんのよ。未だに。うん。これ、この時に思ったのが、要は、普通の人っていうのは現実しか見れないんだっていうことが分かったの。この人たちの生き方とか思想が悪いんじゃなくて、要は、中学生の時の俺を見て、俺はミュージシャンじゃないし、音楽で飯食ってないわけじゃん。だから現実しか見えないの。だから現実に対してコメントをしてんの。俺は、俺とか俺らの5人の仲間っていうのは未来を見てたの。未来どうするかだけに向かって今やるべきことを見てたのね。これ分かる？言ってる意味。で、ライブハウスの店長になったっていう実績ができたとか、見えるものができて初めてそこに対しての評価はするようになったの。これ、いろんなことでもそうなの。ネットワークビジネス始めた時も、すごい叩かれたの。別に誘ってるわけでもないし、一緒にやろうとも言ってないんだよ、一言も。なのに、なんか、詐欺やってるとか、ネズミこうやってるとか言って、いろんなこと言われたんだけど、でも、すごい叩かれたの。でも、ほったらかしてたの。もう、ああ、こいつら言っても聞かないからと思って。で、実際その何十万とか、その売り上げで4800万ベースで叩きね、年間売れるようになってきたら、俺にもできるとか、お前はいいよな、羨ましいとか言われるようになったりとか、その手のひらをパンって返すんですよ。言ってることが180度変わるの。それは、俺の現実っていうのが180度変わった時に、答えが180度変わるのは現実しか見えないから。俺が言ってるのは、何かを達成したいのであれば、その自分が変わるわけじゃん。だから否定されるのを恐れたらダメだよって。そこに対して、すごい必要なテクニカルな思想であったりとか考え方っていうのが俺は自己啓発だと思ってる。まあそんな感じです。今月は1万8000か。そうだね。今のところ1万8000ですね。うん。新しいフォロワーさん、ラズベリーさんフォローありがとう。でもね、そんなもんだよ。うん。はい、ワダツー。バタフライテールさん、ワダツです。結論から言うと、その、夢は叶わないって思ってる人は叶わないだけなんですよ。はい、アンガールズの田中さん、ワダツー。夢が叶わないって決めた人は絶対叶わないから。で、人の夢に対しても叶わないって言ってる人は絶対叶わない。自分がね、言ってる人が叶わないの。でも、夢は叶うって言ってる人って、その32年生きてきたけど、やっぱ叶えてるんだよ、みんな。もちろん、紆余曲折って言ってダメな時期もいい時期もある。うん。だから一概に大成功なんてものはないのよ。人生っていうのはそのハイライトとダメな部分ってこう、揺らぎがあるから。だけど、結果は残してるんだよ、やっぱり。偉業っていうのかな。普通の人ができないことをやってるの。だから、自分がどっち側に回りたいのかだよね。うん。で、それは、俺は、その、親父の生き方がすごい影響があったと思ってる。幼少の頃から、やっぱりその、親父が、その、本人は成功してるわけだから、その人の教えっていうのが叩き込まれてたっていうのがでかかったっていう部分はすごいあるね。だから、親父を今でもリスペクトしてるんだと思う。子供の頃、この人が親だったから、今の自分があるなと思ってて。まあそんな感じかな、うん、だから俺結構そのいろんな相談受けるんだけど、その本当にやりたいことを思ってる人から絶対叶うよっていうね、相談をされた時に、絶対君の夢は叶うけれども、君が諦めなければねっていう最低条件があるっていう。うん。
夢さえ諦めなければ、あと行動するだけなんだよ。で、結局やめるかやめないかとか諦めるかって心の問題だから、諦めたら終わりでしょ、行動しなくなるでしょ。で、結局能力差なんてないんだよ、同じ人間だから。そのイチローと俺にそんな能力差は俺はないと思ってる。ただイチローと俺は何が違ったかっていうと、心の強さなんだ。メンタルの強さが彼の強靭なその肉体であったり、その技術であったりを裏付けてると思ってるの。だって赤ちゃんの時なんかイチロー打率良くないでしょ。だけど彼はなんで打率がいいかっていうと、子供の頃から精神力を高めてたからだと思ってるんだよね。あんまりこの話題好きじゃない、みんな盛り上がんねえな、やめる。あんまりなんかニーズがなさそうな気がしてきたやめようか、別の話題にしようか。次枠、やめよう。聞き込んでた？おレクチーいらっしゃい。あ、かなり好き？あ、じゃあやろうか、うん、なんか意見言ってもらえると嬉しいんだよね。だからレクチーにアドバイスしたじゃん、あのなんかレクチーが音楽で飯食いたいっていうのは叶うよっていう。ただあのシンプルだよって、世界で一番うまいギタリストになればいいだけだよって言ったじゃん、覚えてる、うん、そしたら周りがほっとかないからっていう、うん、お初ですが楽しい。あ、ありがとう北さん、もしよかったらフォローしてください、うん、セッツさんもありがとう、うん、うん、そうだけど、それってすごい難しいことだって理性では判断するじゃん。それを言うのってすごく難しいの。俺は世界一のギタリストだって断言するのってすごく難しいんだよ。でもそれができない限り世界一にはなれないんだよ。多分今世界一のギタリストになってる人を考えてもらいたいんだけど、下手だった頃から俺は世界一のギタリストだって言ってたはずなんだよ、彼らは。その思想があったから追いついたんだよ。それわかるでしょ？うん。多分チャーとかもそうだし、世界で言うと誰だろう。下手くそだった頃からさ、なんだろう、ギタリストで有名な人いっぱいいると思うんだけど、彼らがなんでああいう風になれたのかっていうのは、俺絶対無名の頃から俺は世界一のギタリストになるんだよって言ってたはずなんだよね。俺はそれが見えるんだよね、うん、北さんフォローありがとう。 FC2 とかニコ生の時、和道さんは今より言い方が強くてオラオラしてた気がする。今は話し方が優しい。それは自己啓発を違う。それね、すっごいいい質問。クレナニさんね、要はあのね、プレイヤーとして結果が出るまではカリカリしてるんですよ要は批判が多いからそれ戦うのでしょ。だって100人とか200人からお前は無理だって言われてたの。俺は200倍言わないといけないの。でも俺結果出したわけよ、ある程度結果出したら、その批判してた200人が仲間に変わるわけじゃん。いや、ワド頑張ったよって、俺ら2年間3年間見てきたからって。だから批判されなくなったんだよ、簡単に言うと。要は、いや、ワドを普通に配信者としてある程度努力してきたぞってみんな言ってくれるようになったでしょ、最近。だから、批判する敵が少なくなったんだよ。カズさんいらっしゃい。わかる？だから、俺からするとぬるいんだよ、今の現状が。だから、その格闘技の大会出るとか、さらに上に行くために、その批判される材料を作ってるわけよ。要は、新しい夢をぶち上げてるわけ。例えば100万円稼ぐよとかさ、それが俺のやり方なのよ。夢をでかくしていかないと現状維持になっちゃって怖いのね。それが一番、旅に出る必要なんかないじゃん。ぶっちゃけた話、20万30万キープするんだったら3年間ぐらいできるよ、家でダラダラ雑談してるだけで。でもさ、みんなが見たいのってそんな和道じゃないじゃん、でしょ。そう、和道がどこまで行くのかっていうのを見たいわけじゃん、批判しながらも。こいつどこまで行くんだって。だから生活保護抜けるっていうのはさ、生活保護を経験してる人だったらよくわかるはずだし、うん。そう、配信をやったことがある人だったら、もしくは配信をずっと見てる人だったら、その配信で飯食うっていうのはどれだけ大変かっていうのはわかるはずなんだよ。うん。
だから、でも俺は それでもスタートラインに立ったぐらいにしか感覚がなくて、プロとしてそのこれからどこまで行くのかっていうのは、これからの動きっていうのがすごい大事なんだよ。んだから俺はその一流になりたいのね、この世界で。この世界で言ったらボクシングで言うところの俺グリーンボーイ、要は4回戦ボーイって言って、そのプロのライセンスを手にしただけだと思ってるの。要はその、あ、実力あるけれどもトッププレイヤーじゃないよねっていう、それがみんなの今の多分感想だと思うよ、正直な。俺は違うって言うけど、そうでしょ、みんな。和道ってどういう存在って、まあ一流トッププレイヤーではないけどプロだよって、そんな感じでしょ。俺ね、あのね、蓄膿症っていうかね、あの子供の頃から鼻がねダメなんです、弱いんですよ。考え方は変わってないね。だから環境が変わったっていう方が正しいと思う。味方が増えたって感じだよね。マイク近すぎます。マイクはね、ここにあるピンマイクを使ってる。これ。あ。うん、これです。うん、で、その俺が使ってるノウハウとか、あの自己啓発って言ってるけど、メンタルトレーニングに近いと思うね。それはどんなジャンルでも使えると思ってるの。ギタリストであれ、サラリーマンであれ、個人事業主であれ、何にでも共通すること、人間全てに共通することだと思ってて、それをね証明していきたいんだよね。その自分の考え方が正しいのかどうかっていうの、自分でテストしてる感じだね。だってその成功法則みたいなのが本当に確立されてるんだ、自分にも使えるはずじゃん。自分が成功しないとダメじゃん。うん、だから自分で実験してる感じかな。今月100万でしょ？そうだね。うん。今月100万目指す。100万いったらまあ一流だろうね。超一流ではないけど。トッププレイヤーの仲間入りだよね。まあそんなに難しいことじゃないと思うよ。月収100万円って、10人に1人は月収、100万いってるはずだから、人類の。俺はそんなに難しいことじゃないと思ってる。生命の実存で、実存実、うん、じ、なんだろう、生命のなんて読むのこれ、実相、うん、今まあ自己啓発みたいなことを語ろうと思ってたんだけど、結構批判的な人が多かった。金映えで150万って言ってるけど、俺は金映えさんが裏で600万現金、ポンって600万現生もらってるのとか知ってるから。うん。あ、やる気が起きないのはね、それ何が原因かなんだけど、俺はね、サイバリオさんハートありがとう。あのね、実は心っていうものってすごく面白いんだよ。脳機能学とか勉強してるとわかるんだけど、心とか曖昧な抽象的な言葉ってあるじゃん。あれって実は経験から来るんじゃないかって言われてるのね。要は嫌だなって思ってる時って、要は仕事が合ってないとか、この人と合わないとか、要は経験則で分かってるんだけど、それをそのうまく論理付けできない時に心がざわざわしたりとか寝れなかったりするんだって。だから実は心っていうのは、その何十年か生きてきたの経験則、もしくは DNA レベルで刻まれてるから、そこは避けた方がいいんじゃないかって言われてる。うん。機能脳科学じゃなくて脳機能学だね、俺は勉強してるのは。うん、セッツさん、うん、だからその実はワクワクすることとか、なんか成功してる人にいろんな話聞くと、みんな共通して言うのは、事業がうまくいく時っていうのは乗ってる時だっていう風に言ってる、みんな。うん、
乗ってる時、要はワクワクしてたりすると人が集まるっていう風なことをよく聞きますね。ダイエットだから、俺その女の人に痩せたい痩せたいって相談されてて、痩せられるよって俺は宣言したので、嘘だって言われたから、あ、じゃあ見ててって言って、1ヶ月間で俺18キロ落としたよ。だからみんな知ってるよ、うん、痩せ方を教えてあげるっつって。だからキャスでそれや、その時の顔見る、その時の実際痩せるのを証明してあげるよって言って、今体重人生で一番わざと太ってるんだけど、ちょっと待ってね、これがね、これがいつだ、去年の7月ぐらいなんだけど、太り方も痩せ方もそんなに難しくないね、うん、これが多分今より10何キロ、これ去年の7月だね、痩せてるでしょ、うん、今よりすごい痩せてるはずなんだよね。痩せるのはそんなに難しくないよ、ほら全然顔細いし体も細いはずなんだよ、うん、太るのも痩せるのもそんなに難しくない、痩せてるでしょ、うん、これとか、これが去年の8月だから半年前、うん、どうやったの？いや食わなきゃいいんだよだからシンプルだよ俺は、うん、食わなきゃいい、食うから太る、こんなにシンプルなことないじゃん。運動がどうとか言うけど、食わなきゃ痩せんだよ。1ヶ月で18キロだね、うん、だから痩せようと思ったらすぐ痩せられるよ、太ろうと思ったらすぐ太れるし、要は心と体を連動させる癖をつけてるから、うん、だから筋肉も増やすって言ってここまで増やしたわけじゃん。だから1ヶ月2ヶ月でここまで筋肉増やせるわけよ。なんつうの、みんなね、体と心をうまく使えないんだと思うよ。痩せるコツ、食わなきゃいいじゃん、食うから太るんだから、バカでもわかるじゃん、フラフラするよ。だから結果に対して言い訳をしてないのよ、フラフラするよそりゃ、うん、するする、当たり前じゃん。ただ俺は痩せるためにどういう判断をしたかっていうと、ライザップがやってる糖質制限ダイエットっていうジャンルを選んだのね、選択肢をね、ダイエットに関してすごい勉強して。連動？連動って何？何を連動させんの？連動？何を？主語は分かんない。何を連動させんの？だからよく言うんだけど、女の子が痩せない理由っていうのは、痩せたいっていう欲求と食べたいっていう欲求があって、食べたいを優先してるからでしょって言って。食べたいっていうのはイコール太るっていうことは理性でわかるはずだ。だからその煩悩に分けてんだよ。そうそう、霊魂っていうのは、あの俺、そうそうそう、本当にそうなんだよ。あのね、メクラさんが言ってること実は合ってて、霊魂の存在を否定するようになったから人間はダメになったの。要は霊魂っていう言い方をしてたけど、実は今で言うところのメンタルなんだよ、霊魂って。だからメンタルの否定っていうのは霊の否定でもあるわけ。そこなんだよね。念とか、その心の問題っていうのをバカにする風潮があるんだよ、今。実は、霊力ってあるよとか、念ってあるよっていうのはそこなんだよ。俺が大事にしてるところは。で、念っていうのは肉体であったりとか、そういうものを基盤になってるものなんだよ、生命の。要は思考そのものだと思ってもらいたい。だから人間は簡単に言うと、その念とか霊とかから始まってる、思考とかから始まってるんだよ。
太れないのは多分ね、飯を食ってないだけだと思うよ。で、別にそれでいいんだよ。うん、それでいいと思ってるよ。別に太らなくていいんだから、痩せなくていいんだからっていう。ただ本当に痩せたいって言って悩んでんなら、なんで痩せないのっていう。頭ではなく、俺はなんだろう、体全体だと思ってるけどね。むしろどこにあるって考える方が間違ってると思ってる。そう、最近分かってきたのが、そう、いろんな細胞が脳以外にもあるじゃん。細胞自体が記憶するんじゃないかっていう研究成果も出ているのね。だから体を入れ替える手術とかやると若干性格が変わったりするんだけど、まあ、ブディストだからね、仏教の考え方が入ってるから、やっぱりその自我っていうものはなくて、その、なんつうの、体との連動だと思ってるから。うん。だから共存。で、そこの一番その、なんつうの、中枢器官っていうのが俺は脳だと思ってるね。そうそう、細胞自体にも記憶があるっていうのが、最近発見されたんだよね。めっちゃ食ってるけど太らない。うん。心配したり怒ったりって胸に来るやん。ああ、まあだから昔の人は、その腹を見せる。要はなんで切腹するのかっていうと、俺の腹は綺麗だって、腹黒くないっていうのを見せるために、要は腹に霊が溜まる。内臓に霊が溜まるっていうか、そういう風に考えてた。だからピラミッドもそうだよね。あの、ミイラって脳みそは鼻水作る装置だと思ってたから、あの、ミイラってさ、その、なんつうの。肉体を保存する、さ、なんつうの。永久の生命作ろうとして作ったって言われてんだけど、脳を書き出しちゃってたんだよね。ストレスや悩みで激痩せした。ああ。多分ね、めくらさんが、俺がそのコメントを見てて思うのは、血糖値が上がりづらいんだと思う。で、炭水化物とか糖質とかあんまり取らないんじゃないかと思ってて。あの、痩せの大食いの人が結構そうなの。体質ももちろんあるんだけど、太らない人ってね、あの、ずーっと食べてるけど、小食を、要はね、簡単に言うと2000キロカロリーを1回で取るのと、2000キロカロリーを6回で取るのだったら、6回の人は少ないんですよ。だから、太りづらい体質の人って、咀嚼を良くするとか、食べる時間が長いの。で、デブの特徴って、高カロリーなものを一気に取るんですよ。しかも短い時間で。これって血糖値が上がって、あの、みんなね、誤解してるけど、脂肪が脂肪になるんじゃないんだよ、体って。血糖値が上がって、上がりきったところで、血糖値が上がると、なんだっけ、インスリンがどうのこうので、そっから余分なものを蓄えるっていう性質なのよ。全然噛んでないんだ。なんだろうね。ああ、俺食べるの遅いから太りにくい。そうそう。だけど、それは健康にいいんだよ。うん。健康にいい食べ方なんだよ。だから痩せたい時はよく咀嚼して、その、なんつうの、血糖値が上がらないようにすればいいだけだね。新しいフォロワーさん、オロロさんフォローありがとう。噛まないから吸収が少ないのかな。いや、血糖値なんだよね。太るか太らないか。俺の考えだと。あくまで持論なんだけど、実験して試したんだけど。肉や油食べても太らないって最近出した。太らないっすよ。全然太らないっす。だって俺、これ18キロ痩せた時4000キロカロリー取ってたんだよ。で、油めっちゃ食べてたの。うん。で、みんなすごいって言ってたよ。唐揚げとか、もう油も食いまくってなの。うん。血糖値、うん。炭水化物好き？パンとかうどんとかお米とかあんま食べないでしょ。おかずを多分すごい食べるんじゃないかなって。スイーツとかも食べないはずなんだよね。うん。だからもうおかずの量をいっぱい食べて、しかもその量を食べるんじゃなくて、その細かく食べる、ずっと食べてる人みたいな。噛まないから入る。咀嚼すると満腹中枢が満足する。うん。バーガープレゼントありがとう。3食麺だ。じゃあ体質かもね。単純に DNA で血糖値が上がりづらいのかもしれない。それでも太んないんだったら。うん。体質だね、完全に。私はアルコールがやめられないから痩せれない。糖分多いからね。
マジでアルコール依存症かも。旦那によく怒られる。私のメンタルの弱さ。おー、ブロリーさんいらっしゃい。バガーありがとう。麻薬類一切やってない。ほう。まあ、タバコとか麻薬だからな。タバコは間違いなく麻薬ですよ。お酒も。もしもし。バゴー出た。もしもし。バゴーさん、どうも。どうも。あ、どうも、ワゴさん、ニコ生とか今やってらっしゃるんですか、ワゴさんは。俺、ふわっちだけですね。ふわっち、どうですか、お金入りますか。ああ、25万ぐらいですね。すげえなー、はい。今、ふわっちだけが食いつないでんの。ふわっちとバイトと YouTube ぐらいですかね。バイト何やってんの、ワゴは。A 型作業所ないの？何それ？うん、わかるわかる。うん、A 型作業所と B 型作業所ってあるんだよ。そうそう。何それ？あれ、江戸だよね。ね、これかけたの江戸だよね。うん。お久しぶりじゃん、元気？元気よ。バボは？俺元気元気。俺、ガンになっちゃって、ベロ半分なくなっちゃったの。それ、だいぶ前じゃん、知ってるよ。もう知ってる？2、3年前じゃなかった？それ。ラボと絡んだ時って、うん、まだ下あったよ。下あった時だもんね。あったあった。いや、でも俺下なくなってから何回か話してるよ。あ、ほんと？うん。あ、聖杯切りってことで。ラボね、うん、なんで、ビデオついたり、携帯にするの、ラボ。俺だスカイプほとんどやってないもん。あ、ほんと？うん。まあ、お前イケメンになったよ。女できた？女いるよ。うん。うん。オフにする。今年で何歳になったんだよ、ワド。今年で32だね、俺。いくつなの？俺30、今年で36。あ、俺より年上だったんだ。年下だと思ってたわ。あ、ほんと？うん。イエイ。でも、ワドさん、なんか、最近見かけないなと思ってさ。俺、ふわっちメインだもん、だって。あ、うっす、うっす、うっす。おい、アイラ。おい、アイラ。ふわっちの、ワドがふわっち、参入したんで、アイラ、お前。ワースト1位抜かされるかもな、アイラ。いやいや、アイラ今月700万稼いでるよ。あ、ナンバーワンなんでしょ、こいつ。月700万で、先月600万とかじゃない？あれでね。何それ。それ、本当だな、アイラ。本当だよ。そんな稼いでんの、この人。うん。今出てるよ、アイラ。アイラいんの？いるいる。めちゃくちゃかかっちゃってんだけど。あ、いた、アイラ。アイラ、お疲れ。だワドーとアイラって何回仲良くなかった、そういえば。俺仲いいよ、アイラと。まあ、でも俺、思った。アイラ、ちょっとまた、酒杯、おかけよ、そんな入ったの。エトさんに。悪い、俺放送中だから抜けるぞ。なんでだよ、てめえ、待てよ、おい。いえ、リスナーさん放置だから。おい、バド、てめえ、調子乗んなよ、これ。ん？おい。うん。お前、待てよ。ん？お前、アイランって全然ねえんだよ。お前、うん、俺に200本送って。バド送って、そんな稼いでんのといいよ、俺、働いてないんだ、俺。え？おお、それ、じゃあ、悪いけど切るね。またね。はい？うん、またね。ワドー君、またね。うん、お疲れ様です。どうもです。お疲れ。はい。
暇なんだろうな。ちょっとお茶入れてくるわ。多分暇なんだ。めっちゃ目覚め悪いのすげえわかるわ、うん、めっちゃ目覚め悪いよな、うん、エトに起こされるとか最悪だよな。ハチワード2いらっしゃい。寝起きでエトは目覚め悪いよな、うん、アカウントとネーム変えてきました。ワード2、あ、本当に、オロロいらっしゃい。うん、楽しんでて。今日は自己啓発について語ってます。みんなでああでもない、こうでもないっていう、うん。まあでも、1時間ぐらい話したから、そろそろ話題変えてもいいかな。おちんちんはどつ、いらっしゃい。えとってもう36なんだ。うん、悩み相談とつまちでもやろうか。東京に引っ越してきたばかりなんだけど、友達の作り方教えて。俺は友達はいらないと思ってるから、うん、あの俺に聞くのが間違ってると思うよ。友達はいらないっていうのが俺の考え方かな。うん、悩み相談とつまちに切り替えます。一旦落ちます。お疲れ様です。風船ありがとう。おつおつ。バーガー20個ありがとう。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう